皆様、こんにちは。本日はお忙しい中、静岡県 JICA 海外協力隊活動報告会にご参加くださいまして、ありがとうございます。本日、司会を務めます、JICA 静岡県デスク国際協力推進員の黒柳と申します。よろしくお願いいたします。本日のプログラムはご覧の通りです。まずはじめに、オンライン開催にあたり、いくつか注意点がございます。ご質問がある場合、随時、Zoom の Q&A 機能よりご記入ください。19時からの質疑応答のお時間、またはチャットにて回答させていただきます。なお、すべての質問に答えきれない場合もございますので、ご了承ください。それでは、はじめに、主催者を代表いたしまして、石井渉地域外交局参事からご挨拶申し上げます。石井参事、どうぞよろしくお願いいたします。皆さん、こんばんは。静岡県地域外交局の石井でございます。本日は、多くの皆様に JICA 海外協力隊活動報告会にご参加いただき、誠にありがとうございます。また、この場をお借りして、日頃からご協力をいただいております JICA 中部様、並びに本日貴重な体験談をお話しくださる隊員の皆様にお礼申し上げます。静岡県では、友好的互恵互助の精神に基づき、地域レベルの国際協力や交流を地域外交として推進するため、県民の皆様の国際感覚の醸成や異文化への理解を促進するいろいろな取り組みを進めております。 JICA 海外協力隊事業は、隊員が開発途上国の課題解決に貢献するとともに、自身も現地の方とともに活動することで、コミュニケーション能力や異文化理解能力を身につけることでできる大変有意義のある事業です。県では、県民の皆様に海外協力隊への積極的な参加による活動報告会をここに、呼びかけるため、本日のような他県にはない JICA と県の共催による活動報告会を行っております。今回の報告会では、現在派遣中の隊員お二人と派遣経験者お一人に、現地での活動状況などについて発表いただきます。来月11月1日から、 JICA 海外協力隊2022秋募集の応募受付が始まります。ご参加の皆様には、本日のご報告会により協力隊の参加についてご検討いただければ幸いです。以上、簡単ではありますが、挨拶をいたします。本日はよろしくお願いいたします。石井参事、ありがとうございました。続きまして、 JICA 海外協力隊の概要説明をさせていただきます。独立行政法人国際協力機構 JICA は、日本の政府開発援助 ODA を一元的に行う実施機関として、開発途上国への国際協力を行っています。 JICA 海外、JICA 協力隊事業は、日本政府の ODA 予算により実施しています。開発途上国からの要請やニーズに基づき、それに見合った技術や知識、経験を持ち、開発途上国の人々のために活かしたいと望む方を募集し、選考、訓練を経て派遣します。応募できるのは、20歳から69歳の日本国籍を持つ方です。JICA海外協力隊には、一般案件とシニア案件の2つの応募区分があります。応募区分により、JICA海外協力隊の呼称は異なりますが、本日報告していただくのは、一般案件の青年海外協力隊現役隊員2名と経験者1名です。なお、派遣期間は原則2年間ですが、1ヶ月から参加できる短期派遣制度もあります。JICA海外協力隊は、これまでに 54,772 名が98カ国の国々で活躍してきました。特にアジアやアフリカ、中南米地域への派遣が比較的多くなっています。次に、費用についてです。JICA海外協力隊としての活動に必要な費用は、受け入れ国政府、あるいは配属先や JICA が負担します。例としては、赴任時や帰任時の往復交通費や、現地での住居、生活費、医療費等が挙げられます。JICA海外協力隊の目的は、開発途上国の経済・社会の発展、復興への寄与、
異文化社会における相互理解の深化と共生、ボランティア経験の社会還元です。このために JICA 海外協力隊は、現地の人々と共に生活し、同じ目線で途上国の課題解決に貢献する活動を行っております。開発途上国の国づくりに貢献できる人材の現地への派遣や、帰国後の隊員のグローバル人材としての活躍が期待されています。JICA海外協力隊には190以上の職種があり、このように9つの分野に分けられています。自分の持っている知識や技術、経験などを活かせるのが JICA海外協力隊の特徴です。次に応募から派遣までの流れをご説明いたします。一次選考は書類選考となり、人物選考、健康審査、語学力審査を行い、合格した方は二次選考に進みます。二次選考では面接が中心となり、職種によっては試験や作品の提出もあります。二次選考合格者には45日から70日程度の派遣前訓練を受けていただきます。派遣前訓練は JICA 海外協力隊として安全に有意義な生活や活動ができるよう、協力隊員として必要な姿勢や態度、言語や異文化理解など必要最低限の知識や能力、適性を養うこと、また予防接種や渡航手続きを行うことを目的として実施しています。そしてすべてのカリキュラムを受講し、所定の成果が認められると、晴れて JICA 海外協力隊として派遣されることになります。訓練は福島県にある JICA 二本松、長野県にある JICA 駒ヶ根のいずれかで実施します。訓練場所は派遣される国によって決定します。また、派遣前訓練までの期間は、それぞれに語学の事前学習や資格取得、健康診断や感染症の検査などを必要に応じて行います。本日のご報告者の笹瀬さんが作成した訓練所の紹介動画がありますので、本会終了後、メールにて皆様宛に URL をお送りさせていただきます。それでは早速ですが、JICA海外協力隊員の活動報告に入りたいと思います。報告者1人につき15分間の報告時間を設けております。報告者への質問がある場合は Q&A にご記入ください。質問をする場合は誰に対する質問か分かるように先頭に報告者のお名前をご記入ください。まず1人目はヨルダンに体育という職種で派遣されている金子真也さんです。それでは金子さんよろしくお願いいたします。皆さんこんばんは。画面映ってるでしょうか。大丈夫ですか。7月末から、ヨルダンで、職種体育という形で、活動しています金子真也と申します。本日はどうぞよろしくお願いいたします。あ、聞こえてますか。大丈夫ですかね。すみません、ちょっとパワーポイントが動かないんですけども。すいません。15分という今日短い時間になりますので、ちょっと説明が駆け足になっちゃう部分もあるかなと思います。自己紹介とか、ヨルダンについてということは、簡単に聞きたいと思いますので、僕の活動や、生活について、基本的には話をしていこうかなと思います。では早速ですけれども、よろしくお願いいたします。自己紹介です。出身地は静岡県の静岡市になります。年齢28歳で、現職の高校の体育の教員として、5年間働いていました。専門はバスケットですね。趣味が、コロナをきっかけにキャンプやスノーボード、アウトドアをかなりやっていました。また島巡りなんかも結構好きです。
資格は、オートマ限定の自動車免許ということで、英検も3級しか持ってないので、もう本当に全然、一般の何でもないスキルを、すごいスキルを持ってる人ではないの、ない私になっています。まあ、こんな感じで楽しく過ごしていました。海もすごく好きで、まあ、コロナをきっかけにこういう、いろんな活動、いろんな趣味なんかも見つけました。これは石垣島の写真です。はい。続いて、協力隊応募のきっかけということで、主に2つあります。1つ目が、世界一周した時の、ビデオを見たということで、私の高校時代の、高校で働いてた時の隣の先生が世界を一周してる人で、本当に進路指導とか、まあ、いろんな子どもたちと関わってる中で、私このまま働いてていいのかなとか、すごくこう疑問に思い始めた、ことがありました。そんなことを経て、まあ、子どもたちにもっともっと影響を与えられる人になりたいなというふうに、思いました。子どもたちに接する、まあ、人生の先輩としてもっともっとこう魅力的な、ことを知っている、いろんなことを知った上で子どもたちに関わっていきたいなというふうに思って、現在はヨルダンで今、子どもたちに体育を教えています。ヨルダンについてです。地理と、まあ、数的情報というところで見ていきたいなと思います。ビョーンと来ました。場所はこんなとこですね。北にシリア、東にイラク、南にサウジアラビアで、西にイスラエルというところで、この マルポツが首都になります。この首都からちょっと南に1時間ぐらい行ったところに私は住んでいます。ちょっとこの図だけ見ると、ちょっと危険そうかなと思いますが、本日は今日皆さんのヨルダンのイメージが覆ってくれたらなと思いますし、世界に目を向けるきっかけになってくれたらなと思います。地理的情報ですね。面積日本の4分の1ぐらいです。で、気候は、まあ、四季が、あります。なんか意外ですよね。僕もずっと砂漠で暑いのかなと思ってましたが、冬は雪も降ったりもします。ここ僕が住んでる屋上からの景色ですね。まあやっぱ砂漠ですけども、なんか空気がこう割とカラッとしてるので、過ごしやすいところになります。僕からの景色がすごい好きですね。ここ、首都のワサトルバラドって言うんですけども、買い物とか観光客が来るところで、夜になるとこうモスクがあって、きらびやかとしたイルミネーションみたいなところが年中出ています。すごく綺麗なところですね。数的情報というところで、森林なんかもすごく、少ないですし、出漁率なんか僕すごく気にしています。日本の総務省が出している数値と比べるとかなり 22.7% ということで気になっています。ただ教育なんかは非常にヨルダンはアラブ諸国と比べて高い数字になっています。私パレスチナ難民の小学校に勤めていますけれども、子どもたちほぼほぼ言葉を読み書きできたりとか、英語なんかも小学3年生ぐらいから結構喋れてます。 How are you? I'm fine ってこう会話をしてきますね。みんな元気にしてきてくれます。ヨルダンでの生活というところに行きたいなと思います。一つ目が食事とか宗教国民性というところと、二つ目が生活して困っていることというあたりに、見ていきたいなと思います。いや綺麗ですね。僕が写真を撮っているところを友達が撮ってくれました。はい。食事ですね。比較的野菜なんかも安いし新鮮で、果物なんかもすごい美味しいです。マンゴーなんかも1キロ200円ぐらいで売ってるので、毎日食べてますね。本当に美味しいです。で、伝統料理なんかも結構、アラブは歴史が深いのであります。このマクルーベっていうのがこうあります。これは、日本人でマクルーベを作ったりしたんですけども、この真ん中の茶色のところがマクルーベって言うんですけども、ご飯と、ここ豚がダメなので、鶏やったり、まあ、牛のお肉を入れて、あとは、ナスとか、大根だったりとか、じゃがいもを入れて、煮込んだ料理になります。で、マクルーベってどういう料理？ひっくり返すっていう意味なので、煮込んだやつを最後にバーンと大きな皿にひっくり返して食べます。
で本当に美味しくて、こんな柔らかいじゃがいもがあるのかと思うぐらいホクホクで、僕が食べたじゃがいも史上ナンバーワンぐらいに美味しかったですね。お肉もホロホロで本当にもう噛まずに飲めるんじゃないぐらいの柔らかさでしたね。美味しいです。これに、左上のヨーグルトをかけて食べたりします。なんか割とこう乳製品が、多い国ですね。めちゃみ左下が僕が作ったキーマカレーになりますので、これは本当にめちゃくちゃ美味しいです。マクルーベと同じぐらい美味しいです。続いて宗教ですね。この国は本当に来てみて、いろんな、先ほどもガーナとかの人と話してたんですけど、宗教が一番こう特徴あるなって思っています。9割がイスラム教徒で、生活の基本は本当に宗教になります。で、ここの考え方っていうところが、すごく、特徴ある国だなと思っています。まあ、断食は多分皆さんも知ってると思います。1ヶ月ぐらい、日中はご飯を食べない、で日が沈んだら食べてもいいっていう形ですね。あとは礼拝って言って、1日5回朝5時ぐらいからスタートしたら、割と日中、午前中は礼拝しませんっていうのは活動を午前中するので、で、お昼12時、1時とか、こういうふうに4回ずつぐらいあるので、1日5回、合計5回やります。で、来世に対する考え方もすごく面白いなと思っていて、我々でまあ来世どうなるのかなってあんま考えたことないかなって思うんですけど、割とこっちの人たちは来世で、天国に行きたい。だから今が、いろんないい行いをするんだっていうふうな考えがあります。そこら辺がすごく面白いなと思いますし、病気になった時の対応なんかもすごい、面白いです。なんか病気になった時に皆さん、どんなふうに、考えていますかねっていうのは、現地の人なんかは割とこう、病気になった、風邪ひいたら誰に祈るのって聞かれました。いや、薬だよな、みたいな。薬か、まあ、大切な一人とかを祈るかな、みたいな。でも、こっちの人たちは、やっぱ、アッラーって唯一の神に祈るんだって言ってます。で、子供たちも、アッラーが本当に、生活の基準になっているので、なんでムスリムじゃないのなんかをすごく聞いてきます。元気？こんにちは。日本人？あなた、アッラー好き？みたいな。な感じで聞いてくるので、その辺は本当に意外っていうかびっくりしています。これお祈りの動画です。モスクの中に同僚が入ってったので、僕撮っていいかって言って許可を取ったやつです。流します。なんかこうすごいですよね。全員がこういう、まあ、土下座じゃないですけど、アッラーにお祈りをしているシーンを見ると、宗教ってすごいなって本当に思います。国民性ですね。本当にこうフレンドリーで人付き合いを大切にしている国なので、皆さん困ってたらすぐ助けてくれます。道で僕が迷ってたら、日本だったら多分向こうだよって言うと思うんですけど、割とこう徒歩10分20分歩いてその現地の目的地まで送ってくれたりとかもします。また、諸外国との関わりは、これはすごくびっくりしました。普通に生きてて同僚の男性の職員、まあ、学校に男子校なので男性職員しかいないんですけど、まあ、50代ぐらいの方がアメリカ好きって聞いてきて、イスラエル好きって聞いてきて、僕はこれは、まあ、普通に日本にいた時は、まあ、好きだよって答えと思うんですけど、まあ、語学学校の時にちょっと気をつけろって言われてたので、まあ、のまあまあかなみたいな形で言ったら、まあ、よかったみたいな。アメリカ好きだったらちょっとそれは、まあ、いかがなものかなって思うっていう話があって、やっぱこうアメリカイスラエルの中東戦争のことを、まあ、すごく気にしているんだろうなって思いました。続いて、あれ、はい、これが
同僚といったあの遺跡の写真ですね。すごく綺麗です。で、生活して困っていることなんですけども、まあ、基本的にないですね。もう本当に月に1回輪切りになりますけど、まあ、それぐらいですね。まあ、やっぱこう自分で子どもたちに何か刺激を与えたいとか、もっともっと成長したいって思ってきたので、まず全てポジティブに捉えていきたいなと思っています。こんな絵もある、生活してるとあるような可愛い場所ですね。続いて活動についてということで、だいぶ時間が狭くなってると思いますけども、迫ってると思いますけど、先ほども言ったようにパレス難民の男子校において、小学生の低学年を指導してほしいということでしたが、実際は4年生から6年生に体育を教えています。で、一昨日に小学生4年生から6年生を対象に運動会も実施しました。ちょっとこういう画像です。一緒に写真を撮ってますけども、基本難民の方々の人権の問題があるので、顔写真はあんまり見えないようにしています。こんな地面がコンクリート、で穴ぼこも開いてるようなところは、やっています。で、これですね、活動写真ですけども、皆さんが、生徒が、まあ、50人ぐらいですね、選抜の運動会になってます。こんな感じで朝袋ジャンプしたりとか、玉入れを僕がこう立ってやってます。一日の流れです。5時45分に起床、アザーン。とともにという形で、今アザーンも本当に聞こえてるんですけど、で朝早くから出発して学校来ます。で7時から授業開始、これが早いですね。で、9時40分に、まあ、15分のおやつタイムというのがあります。で11時20分授業終了、帰省とともに、みんな帰宅します。で午後は中学生になります。やっぱこう場所が限られているので入れ替わりでやります。中学生も、まあ、12時ぐらいから4時ぐらいまで学校ですね。新しい発見ということで、本当に生徒との関わり方、Hey brother, Habibi, 恋人よっていう感じで、仲良くしているとか、その中もすごく密接に関わってるな、すごいいいなって思っています。また先生方も残業をしないということで、働き方改革もできてるなと思います。で、休み時間はもう甘ったるい紅茶を、もう砂糖何杯入れたんだってやつを飲みます。まあ、その時間もすごく大切らしいですね。左側があの階段の踊り場です。ゴミがすごくこう散らかってる。しかも左の奥の方には瓶なんかもあります。すごくこう衝撃でしたね。トイレは、ボットンベンチになります。踊りとともにつぶやきということで、あんまりあえて文字は小さくしています。さまざまな文化の違いがあえて僕は読まないので皆さんが読んでくれたらなと思います。別にこれが悪いとかじゃなくて、僕も諦めたわけではないですけど、まだ今じゃないなと思っていて、っていうのは信頼関係をまずは今作る段階だと思っているので、先生方とこう仲良く雑談をして、今日何食べたとかしながら、少しずつ金子信也ってことを理解した上で皆さんに日本の教育ってところを伝えられたなと思っています。また、配属先以外でも様々なゴミ拾いイベントだったりとか、マラソン大会、スポーツなんかにも出ています。やばい、時間が。今大切にしていること2つだけ最後に言わせてください。楽観性ということで、やっぱ日本に暮らしていると日本が当たり前じゃないっていうところをよく本当に来て気づきました。ただ、いきなり言ったって、お前誰だよ、変な日本人ってなると思うので、優先順位を考えて、信頼関係を築いていきたいと思っています。そんな中で、ゆくゆくは、ただの外国人が、ええ感じのなんかこの日本人、教師だな、まあ、金子信也だったら話聞いてみようかなっていうふうになってくれたら、幸いだなと思って、今は自分らしくポジティブに笑顔を持ってやっていこうと思っています。すみません、臭いことばっかり言ってしまったかなと思いますけれども、何かこう皆さんが世界に目を向けるきっかけになったりとか、
中東って怖くないよとか、でことが分かってくれたらなと思っています。だから僕らしく話をさせていただきました。ニョルダンの素敵な写真とともに最後は、話を終えたいなと思います。本当に、もう時間ですかね。僕が、まだ3ヶ月しか暮らしていませんが、毎日毎日本当に刺激がいっぱいで、自分が毎日ノートにメモ取ってますけど、刺激ある。本当に生きてて、今、毎日新しい発見ばっかりで、最高の日々を過ごさせていただいているなと思っています。ぜひ皆さんも何かこう、僕の発表で気づきがあればなと思って話させていただきました。それでは本日は、私の発表を終わりさせていただきます。ありがとうございました。はい、金子さん、ありがとうございました。それでは続きまして、2人目の報告者に入ります。マダガスカル。2人目の報告者はマダガスカルに火星生活改善という職種で派遣されている中谷由紀さんです。それでは中谷さん、よろしくお願いします。今から画面共有をさせていただきます。少々お待ちください。すみません。画面見えているでしょうか。すみません。発表を始めさせていただきます。マダガスカル派遣の火星生活改善の中谷です。よろしくお願いします。まず簡単に自己紹介からさせていただきます。私、出身は静岡県掛川市です。高校まで掛川市内の学校に通っていで大学も静岡大学教育学部ということ で地元の学校で6年間、勤務してきました。で今年7年目にして、協力隊の活動に参加させていただいています。で趣味はたくさんあるんですけれども、まず、大学学生時代ずっとやっていたテニスを今でも続けています。でちなみに、昨日ようやく認知でテニスコートをこう見つけてこう行ってテニスができることが分かったので、これからもテニス続けていきたいなと思っています。あとは海外旅行や国内旅行もすごく好きです。あと、もう家庭科の教員ということもあるんですけども、裁縫やあとは消しゴムはんこなど手を使った何かものを作るということもすごく好きです。あといろんな人とジャンプ写真を撮りました。で日本でも、250枚以上写真がたまったので、マダガスカルに来るにあたって、ジャンプ写真の冊子を作って持ってきました。これをたまに見るとすごく元気が出ます。でそんな私がなんで協力隊に参加したかという話を少しさせていただきたいと思います。中学高校時代は環境問題にすごく興味がありました。で特に自分の近い生活は意識してみんな過ごすけれども、例えば10年20年先のことだとか、あと自分が知らない遠いところに住んでいる人とか、そういったこう遠くの人のことをしっかり考えて生活するってすごく大事なことだなってこう学生の時に思っていて、そういった国際的な問題にいつか関わりたいなっていう気持ちは持っていました。ただ何をするわけでもなく、大学も県内の、大学に進学して、でいろいろ授業を取ったりだとか、部下も体育会に所属していたので、それなりに忙しい日々を過ごしていましたが、 このままではこう自分の視野が狭い状態で社会に出てしまうんじゃないかなっていうのを考えていて、でちょうど20歳の時に大学の、学部で募集していたインドネシア国際交流プログラムというものがあって、それに興味を持って応募してみました。でインドネシアで2週間過ごす中で初めて途上国の様子を知って衝撃を受けたとともに、自分も何か国際協力に携わりたいなという気持ちがそこで強くなっていきました。後で、写真があるのでお見せしたいと思います。で、国際協力っていいなって自分の中で思ったんですけれども、こう自分が大学の時にスキルも経験もなくて、で何の役に立てるんだろうっていうのが分からなかったので、まずは県内で就職して、で何か自分でスキル
が見つけられたと思ったら国際協力にこう携わってみたいっていう気持ちがあって就職活動をして迷っていたんですけれども、私が就活で軸にしていたのがみんなが快適に生活できる社会にしたいっていうことただ一つでした。なので一般企業で例えば環境に配慮した製品を作っている企業だとか食住に関わる企業さんとかそういったところもたくさんいろいろ見て回ったんですけれども、こう将来を担っていく人たち若い人たちと関わりたいなっていうふうに思ったのと、自分たちの身近な生活が世界と関わってるっていうことを何か伝えるためには、家庭科っていう教科がいいのかなと思って家庭科の教員になろうと大学4年の本当に中盤ぐらいでようやく、思いました。で、県内の高校で6年間勤務してきたんですけれども、その中でもやっぱり自分たちの生活が世界と関わっているっていうことを生徒に伝えていく中で自分は何を世界を知っているんだろうっていうふうに思って、もっと世界のことを知りたいな役に立ちたいなっていう思いがあって協力隊に応募しました。で、私が応募したのがもう3年以上前になるんですけれども、コロナで2年間派遣が延期になって今年の7月下旬にようやく派遣が叶ってマダガスカルに来ることができました。で、大学自体の、インドネシアのプログラムの写真を少し載せています。現地の都市部の大学生が田舎に入って9ヶ月間生活改善のプロジェクトをするというものに私たち日本人4人が2週間だけ関わらせてもらいました。で、そこで感じたのが途上国が日本と全く生活が違う状況だなっていうことに気づいたということと、あとは大学生が本当にこの村を良くしようとしていろいろこう熱心に活動している姿を見て衝撃を受けたっていうのと、あとは自分も何かできればいいなと思いながら2週間とここに行ったんですけれども、結局お世話をしてもらったりとか言語も通じなかったり生活も把握するので精一杯だったり、2週間で何もできないなっていうのが自分の中で一番感じたことでした。なのでいつか長期間その生活その人たちの生活を知るところから始めて自分が役に立つところまで長期間派遣される何かに関わりたいなと思っていました。すいません。高校では6年間家庭科を教えてきたんですけれども、まだまだ自分でこうやりたいことがやりきれてなくて、で、この活動が終わってから、また教育現場に戻ったら、こう地域と関わることだとか、あとは自分たちで課題を見つけて生活を良くしていったりとか、そういうことに、こう、力を入れていきたいなと思っています。そのためにも今この2年間の活動っていうのを大事にしていきたいなと思っています。で、すいません。私の要請内容についてです。職種は家政生活改善、派遣校区はマダガスカルです。で、この要請の条件があって、家政系の専門学校2年以上を卒業していることというのが条件でした。私は、教育学部の、家庭科の免許を取るような学部にいたので、一応条件としては当てはまっていましたが、あまりこう専門としてずっと裁縫してきたわけではないんですけれども、今は裁縫を教えるという形になっています。で、具体的な要請内容としては、お金がなかったり、あとは勉強についていけなくなった女の子たちが通う職業訓練校で授業実践や同僚のサポートを行うというもの。それに加えて、要塞を行っている女性団体などで商品開発をしたりだとか講習会を行ったりして、彼女たちの収入向上につなげるというようなものが要請として挙がっています。で、派遣国マダガスカルについて少し紹介したいと思います。この、どこにマダガスカルがあるか皆さんご存知でしょうか。東にある島国がマダガスカルです。首都はアンタナナリボで、人口は日本より少ないんですけれども面積は日本の約 1.6 倍です。で、公用語はマダガスカル語とフランス語ですが、ほとんど、フランス語を話す人はいなくて、生活言語はマダガスカル語です。で、貧困率が約8割という本当に貧しい国です。アフリカの中でも、かなり最貧国と言われています。で、水道や電気の普及率が約2割ということで、右側に写真を載せていますが、約8割の人が水道や電気にアクセスできないような生活を送っています。で、水は、公共の水汲み場があるので、そこから水を汲んできて、で、タンクで運んで家まで持っていくというような形をとっている人が多いです。栄養状態も世界で最低ランクです。で、私が日本にいた時にもニュースでやっていたんですが、マダガスカルの南部地域では、ここ数年干ばつが起きていて、で、食べるものがないので、
みんな泥を食べたりだとか、サボテンの花を食べたりしながら飢えをしのいでいる人たちもいるそうです。で、残念ながら、南部地域が、危険地帯なので、JICA の協力隊員はここには派遣されることができません。で、最低賃金は会社勤めの場合は約7500円、日本円にして7500円なんですけれども、まずそもそも読み書き計算ができない人たちがたくさんいるので、会社に勤めるということができずに、職業がない人たちが、町にたくさん溢れています。そういった現状です。で、協力隊の活動は、3つの、分野に分かれていて、私は丸3番の社会セクター開発、教育人材育成に関わる隊員として今活動をしています。で、マダガスカルに来て今、3ヶ月経ちました。認知に来て約1ヶ月半経ちました。で、日本と似ているなと思うところや違うなと思うところがたくさんあるんですけれども、一個一個ちょっと説明はできないんですけれども、何かこう疑問に思ったこととかがあったらちょっと等にお寄せください。で、移植についてです。私が一番多いことです。で、これは何でかって、もうが当たりやすいっていうのと、あとはまっすぐ干せるのでアイロンの必要、豚肉鶏肉全部食べます。で、物価はとても安いです。例えば右上にある ピーナッツと砂糖を入れて、で、バナナの皮を包んで蒸すっていうもので、お菓子として、3時のおやつとしてよく、食べます。で、住環境については、地域によって、かなり、こう、建造物が違うんですけれども、やっぱりこう見ていて貧しいなっていうのを感じます。左下のトタンの家々は、都市部です。で、右側のレンガの家は田舎の方の写真です。で、改めて私の活動について、お話ししたいと思います。要請内容は先ほど申し上げた通りなんですけれども、認知、首都から約4時間のところにある認知アンチラベでの活動についてです。9月の、7日に認知に配属になって、今1ヶ月半ぐらい経ちます。で、今年中3ヶ月間は、職業訓練校の女性コースで、洋裁、刺繍編み物の授業補助を行ったりだとか、家庭科の授業を行ったりしていきます。で、約25人ぐらい生徒がいます。で、来年1月以降は、別の職業訓練校に巡回指導に行くということと、あと女性団体等に収入向上のためのアプローチを行っていく予定です。で、外科院はこんな感じです。CPSU という、学校になります。で、時間割は、スライドの通りです。洋裁と編み物と刺繍、それぞれに専門の先生がいらっしゃいます。で、1週間ごとにローテーションで学んでいくという形になります。で、金曜日は午前中のみの授業なんですが、その金曜日の午前中は私が自由に授業を担当していいというふうに、決めていただきました。で、活動が始まるにあたって、私は分からないことばかりで不安だったので、カウンターパートと呼ばれる同僚に、どんなことをすればいいですかって聞いたんですけれども、同僚の人は、あなたができることをしっかり考えて、やりたいことやればいいよっていうふうに言ってくださいました。で、以前、私の前に一人、ボランティア派遣されていて、本当にボランティアに対しては理解のある職場で、まあ、自分、前の人と比べなくていいから自分でやりたいことやりなさいっていうふうに言ってもらいました。あとは、こっちに来て言語を学び始めましたが、マダガスカル語がまだ全然話せないので、生徒とたくさん話をして、で、言語を覚えて、で、授業の方に生かしていってねっていうことを言っていただきました。で、授業の様子についてです。洋裁、刺繍、編み物、本格的に、職業訓練校なので、もう本当に商品として売れるぐらいのクオリティで皆さんが作っています。授業の様子こんな感じです。みんな真剣に編み物をしている写真が載っています。で、掃除も朝
とお昼と夕方で自分たちで当番制で、掃除をします。先生方が監督もします。日本と似ているなと思いました。で、最初は私が来て、あ、外国人いるなっていう感じでキョロキョロ 見られていたんですけれども、だんだんとこう話をしたりだとか、毎日いるぞって分かってからは笑顔を向けてくれるようになって、今では毎日、グータッチをして挨拶をするぐらいにこの子たちとも仲良くなって、で、信頼関係もだんだんと築けてきているかなと思っています。で、1、2週間ぐらい授業を見させてもらって分かったことなんですけれども、やっぱり貧しいなっていうのをすごく感じました。で、生徒の中でも生活水準かなり違っていて、明日先生がこれ持ってきなさいって言ったものがお金がなくて買えないだとか、毎日同じ服を着ているだとか、服に穴が開いていて縫った跡があるとか、あとは14歳の子でもう子供がすでにいるので家で面倒を見なければいけないので毎日は来れませんっていうような子がいたりしました。で、こういったいろんな事情を抱えた子に対して、配慮をしながら授業していく必要があるなというふうに感じました。あとは生徒約25人いるんですけれども、ミシンが約2台で少ないです。なので、基本は手縫いでやっていく必要があるなっていうのを感じました。で、ただ、先生方も指導しっかりされていて、1年生では基礎を徹底的に固める。で、縫い方を一つ一つノートに書きながら自分で縫って、それを横にペタッと貼って縫い方標本を作ったりとかしていました。で、2年生は、実際に服を作ったり、チャックの付け方をやったり、ポッケの付け方をやったり、実践的な活動をしています。で、私が何ができるかなと思ったんですけれども、こう基礎を徹底的に固めたり、やり方を学んだりする授業はあっても、実際に何か使えるものを作るっていう授業はあまりないなと思ったので、そう抜けている、そういう分野を自分はやりたいなと思って、すぐに作って使えるようなものを作ろうと思って、最初はペンケースを作らせました。自分たちで、使えるってことと、売れたらこういうの収入になるんだろうなと思って、将来的にはこういったものを販売もしていきたいなと思って、ペンケースに決めました。で、授業の様子です。最初、マダガスカル語が全然わからなかったので、同僚にこれでいいか確認しながら、板書も一個一個確認していったんですけれども、日本の授業もそうなんですが、結局先生がいると、先生わかんないから聞いてってすごいいろんなところで呼ばれます。で、その時にやっぱり自分が言語ができていない、あまりわからないっていうのが、こうやっぱり改善していかなければいけないなっていうことで、こう一番印象に残ったことでした。ただすごくみんな真剣にやってくれて、で、まあ、ものづくりなのでここをまっすぐ縫うんだよみたいな感じで、自分がこう手を使いながら説明していったら、あ、分かった分かったって言ってやってくれました。で、完成した時にはみんなすごい嬉しそうでした。で、私が一番嬉しかったのが、この次の日以降に、作ったものをみんなが自分の荷物を入れるものとして使ってくれたのがすごい良かったなって思います。で、お金がなくって一つの布をみんなでこう分け合って使っていたので、全部同じ柄なんですけども、全然文句を言うこともなく、みんな嬉しそうに使ってくれています。で、今月に入って種子も作りました。材料費が安いっていうのと、あとはこの週に刺繍の勉強していたので、自由に刺繍を当てていいよって言って、みんながどういう風に刺繍をしていくのかなって興味があったので、割と自由な感じでやってもらったら、日本語を教えてって言って、で、日本語を刺繍してくれたりした子もいました。自分の名前だとか、あとは勉強したことをそこに当ててくれる子もいて、これもすごい良かったなと思います。あとはこのスライドには載せてないんですけれども、先週先々週とカバン作りをしたりだとか、あとは、12月に、フェスティバルがあるので、そこで物を売るためにもう一回種子を作って、いろんな柄の布で、作ったりもしました、はい。で、今後の課題についてです。まずは、マダガスカル語を上達させるっていうことが必要だなって思っています。普段のコミュニケーションもそうですけれども、やっぱり自分が伝えたいことがすぐ伝えられないと、どうしてもストレスになるなっていうふうに感じています。あとは学習したことをこう売ったりだとか、収入向上につなげたりだとか、こう自分が社会とつながってるんだ、勉強したことがつながっているんだっていうことをもっと意識させられるようになるといいなと思います。あとは、今いる学校以外の技術指導だとか、あとは、退院って一応やることは決まってはいるんですけれども、正直やりたいと思ったこと何でもやって、いいような今立場にいるので、裁縫以外での生活改善もやってみたいなと思っています。
はい、すいません、少し長くなりましたが、これで発表以上になりますが、今私も本当にここに来て、こう本当に充実した生活を送れています。で、やれないこととかできないことが多くて、課題もたくさんあるんですけれども、そういうことがたくさんあるからこそ、自分で考えながら生活していけるんだなっていうふうに思っています。なので、今、まだ1年半ここにいるので、今以上に自分がみんなの役に立てるように頑張っていけたらいいなと思っています。はい、以上で終わります。ご清聴ありがとうございました。はい、中谷さん、ありがとうございました。さて、次で最後の報告者となります。3人目の報告者は、パプアニューギニアに小学校教育という職種で派遣されていた笹瀬正樹さんです。笹瀬さんは現在タンザニアで教育 NGO の現地スタッフとして活動中のため、タンザニアからおつなぎいただいています。それでは笹瀬さん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。では早速画面共有させていただきます。今見えてますかね。はい。では早速始めさせていただきます。私は JICA 海外協力隊として2015年の1月から2017年の3月まで小学校教育隊員、分かりやすく言うと小学校の先生としてパプアニューギニアに派遣されておりました。スライドの中で何度かPNG っていうワードが出てくるんですけども、これパプアニューギニアの略ですので、ご承知おきください。今日はこんな感じでお話をしていきます。はい。まず自己紹介になります。私は静岡市の清水区の出身で、高校卒業後は地元で先生になりたくて、静岡大学の教育学部に進学しました。その後、静岡大学の教職大学院を出て、静岡市内の小学校で講師として、本当数ヶ月だけなんですけども、経験を積んで協力隊に参加しました。ということで25歳までずっと実家暮らしだったので、生まれて初めての一人暮らしがパプアニューギニアでした。現在は NGO のお仕事でタンザニアに駐在をしています。今いくつか国名が出てきたので簡単にご紹介をすると、日本がここで、協力隊で行ってたのがここのパプアニューギニア、そして今いるのがアフリカのタンザニアになります。次に協力隊に参加した理由なんですけども、きっかけ2つありまして、1つ目はちょっとかっこいい感じの理由なんですけど、もう1つはあんまりかっこよくない感じの理由です。まず1つ目は、僕学生の時に海外にハマっていまして、それも普通の旅行ではなくて、小学校とか孤児院を訪問してボランティアをしたり、教育 NGO を訪問してお話を聞いたりという、いわゆるスタディーツアーというものによく参加していました。でそこで経験したことがきっかけにつながるんですが、まずこの写真を見てください。とある国のとある場所で、とても可愛い笑顔だったので断って撮影させていただいた写真なんですけども、この子たちどんなところに住んでると思いますか？実はこんな場所に住んでます。ある国のゴミ集積場の中にあるスラムなんですけど、この子たちは子どもも大人も含めて、ここから使えるものとか売れるものとかまた食べられるものとかを漁って生計を立てている人たちでした。で教育に興味があった僕はこの子たちに学校行けてるのっていう質問をしてみました。すると近くに学校が新しく建って、で学校に今行けているっていう話でした。そしてもう一つ、将来の夢はあるって質問を投げかけてみました。すると先生になりたいとか看護師になりたいっていうそれぞれの各々の夢を語ってくれました。またこれは別の国でのエピソードなんですけど、もともとストリートチルドレンでドラッグに手を染めてしまって、で自分に希望も持てなかったような子が孤児院に拾われて、で学校に行けるようになって、そしたら夢を持つことができるようになったよっていうお話を聞きました。未来のことを考えて希望が持てるって僕はすごいことだなって思うんですけど、こういう経験を通して教育の価値とか学校って大事なんだなっていうこととか、そういうのを認識することができました。
そして自分もいつか海外のこういう国の教育のために仕事をしてみたいなと思うようになりました。それが理由の一つ目です。とはいえ、僕英語も全然できなかったので、やれる自信がなくて、結局一歩踏み出せずに、その時は一度日本で先生になってから海外に挑戦しようと思って、で教員採用試験を受けました。静岡市で受けたんですけど、見事に落ちてしまいまして、ただおかげで退路が断たれたという感じで、もうこれは挑戦するしかないなと心に決めて、不合格通知が来た、翌日に海外協力隊に応募しました。それがもう一つのかっこよくない方の理由です。次に協力隊での2年間のお話です。まずパプアニューギニアの特徴を3つ紹介したいと思います。あくまで僕が感じている僕の意見なんですけども、まず1つ目が多様な文化です。パプアニューギニアには800を超える言語と1000を超える部族がいると言われていて、歌とか本当にそれぞれが独特で面白い国でした。次に美しい海です。これはもうこの写真が全てを物語っているんですけど、身近なところにある海とか自然が本当むちゃくちゃ綺麗でした。そして3つ目が、美味しいフルーツです。マンゴーとかパイナップルが 甘すぎてむちゃくちゃいっぱい食べましたね。僕の同期の隊員はマンゴーの食べ過ぎで唇がパンパンに腫れる マンゴーアレルギーになっちゃってました。そのぐらい美味しかったです。次に、活動についてなんですけど、僕の活動の要請内容はこんな感じでした。ちょっと分かりづらいと思うのですっきりさせたいと思います。こんな感じです。パプアニューギニアの公立小学校で高学年に理科と算数を教える、他の先生に授業のアドバイスをする、その他体育とか、音楽とか得意なことを何かあれば教えるという内容でした。で、学校に赴任したらもう翌週から授業を任されることになったので、まずは先生の授業を見に行ってみようと思って行ってみることにしました。その時の様子がこの写真の感じです。もう子どもたちみんな飽きてしまってだらっとしてますよね。本読んでるような子もいたり、で前の黒板を見てもらえると分かるんですけど、縦線いっぱい入ってるの分かりますかね。でこの縦線の間のスペースが一つの教科で使えるスペースなんです。その小さなスペースに一つの、1時間の授業の内容を細かく先生が書いて、生徒がそれをノートに写して暗記するっていうような授業スタイルでした。これだとちょっと面白くないなってその時感じて、でパプアニューギニアの子どもたちにもっと楽しく勉強を学んでほしいなっていう思いをその時に持ちました。でその時感じた思いをもとに2年間いろんな活動をしてきたんですけども、この中で特に僕が力を入れたのが一番右の音楽プロジェクトでした。パプアニューギニアの子どもたちというか大人もそうなんですけど、みんな音楽が身近で大好きで、子どもたちも普通にギター弾けちゃう子がたくさんいたり、自分で作詞作曲できちゃうような子もいたんですね。みんなが大好きな音楽と学校の勉強を何か結びつけられないかなと、日本でいうと総合的な学習に近いというか、そこからヒントを得て活動を考えたんですけども、いろいろな力を、いろいろな人の力を借りて、社会の授業とか、他の授業で学んだ社会問題に関することなんかを歌にして啓発するという活動をやりました。で、そこで作ったのがこの曲なんですけども、もう全部作詞作曲全部子どもたちがやって、地元のアーティストさんにちょっと協力を得て作ったんですけど、例えば環境を壊すと私たちの美しい自然が壊れてしまうよっていう歌とか、パプアニューギニアの貴重な文化を守っていこうっていう歌とか、ドラッグとか若年妊娠気をつけようっていう啓発の歌とか、そういう歌を、全部で9曲作りました。ミュージックビデオが YouTube に上がってますので、よかったら後で
リンクを共有しますので見てみてください。本当にどれも素敵な曲です。次に生活についてです。僕の住んでいた家、こんな感じでした。電気はあったんですけど、よく停電したので、三角、ガスはボンベを買って交換するようなタイプだったので、これはいつもあったので丸。ただ水道、お風呂、トイレは家の中にはありませんでした。外には水道あったんですけど、これも結構断水にある雨水タンクのお水をよく飲んでましたね。これと夜行くのすごい怖い。はい。で、さっきお話しした音楽プロジェクトで制作した CD の販売会っていうのを最後にやったんですけど、そこでの収益で最後豚を買って、みんなでさばいて食べるっていう、そういう経験もしました。そんな風に生活も活動もかなり地域密着で過ごすようにしていたこともあって、最後にはこうやってすごい盛大にお別れ会を開いてもらいました。全校生徒と保護者の方と地域の人々と卒業生と、あと関わっていた近隣の学校の先生とか全部 でみんなに見送ってもらいました。僕もこうやって民族衣装を着せてもらって一緒にダンスしたり歌ったり、あんま得意じゃないんですけど、みんなで楽しみました。で、その入場の時の写真がこれなんですけど、生徒に担がれて入場して、なんか王様になった気分で、この時、2年間を振り返りながら、ここ入場してきて、なんか涙がポロポロ流れちゃいましたね。で、本当に、いろいろなことに挑戦、2年間、いろんなことに挑戦させてもらって、で現地の方と一緒に過ごして、で協力隊参加してよかったなと思うことを挙げると、本当にキリがないんですけど、一番これだっていうのは、またこんな仕事がしたいなと思えたことです。次に帰国から現在までのお話です。こちら今勤めているタンザニアの学校で撮った一枚です。実は訓練所で出会った人と結婚しまして、今奥さんも一緒にここで駐在させていただいてます。 JICA 海外協力隊の経験を通して、僕は本当心からやりがいを感じられる仕事を見つけることができました。実はパプアニューギニアから日本帰った後、一度は日本の企業で仕事始めたんですけども、5ヶ月ぐらいで退職してアフリカに渡りました。今は教育 NGO のお仕事でタンザニアの中学に駐在しています。 JICA の事業も関わっていたような学校でしたので、今の自分の経験を考えても、多分協力隊に行かなければここでは仕事ができていないだろうなと感じています。ちょっとせっかくなので、今奥さんが、僕の奥さんがスマホを構えて学校の中で待っていてくれているので、ちょっとそことつないでみたいと思います。よいしょ。学校の広場に来てます。ライト当てられますかね。あ、いけた。お願いします。学校、日本も関わってる学校なので、日本の国旗とタンザニアの国旗がこうやって並んでます。ここに、理科室とか図書室のような特別教室があって、で左手のオレンジが全寮制の学校なので、ドミトリー寮があります。でここが教室のある棟です。日本の支援こんにちは。こんにちは。元気ですか？元気ですか？またね。はい。この学校では日本も関わっていることもあって、週に1回日本文化の授業というのを取り入れていて、
ここで学校で授業の中で挨拶、日本語の挨拶とか日本に関することを勉強しています。と今向かっているのがちょっと子どもたちが週末で洗濯をしているので洗濯物がいっぱい映ってますけど、アフリカ布がいっぱい干してありますね。アフリカの布、キテンゲとかカンガとかいう布ですけど、なかなか日本にはない柄です。そしてこんにちは。こんにちは。ここにいるのが、ヤギです。タンザニアではヤギ肉がよく食べられていることもあって、あとヤギのミルクもよく飲まれているので学校でヤギをたくさん飼ってます。はい、ちょっと時間もあんまりないのでこの辺にしておきます。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、いかがでしたでしょうか。こうやってタンザニア の教育に僕が関われて、子どもたちの笑顔のために仕事ができていて、この仕事に心からやりがいを持って毎日楽しく過ごしています。ちょっとまたプレゼン共有させていただきます。はい、実は仕事の傍らタンザニアや他の国と日本の子どもたちとか親子をつなぐようなオンラインイベントも挑戦してまして、これまでアフリカなどの市場とか野菜のマーケットとかと日本をつないでクイズとか交流を通して楽しく経験してもらうようなイベントもこれまでいろいろやってきました。実は今年1月にさっきつないでくれた奥さんと一緒にワクワクフォーエブリワンという法人を立ち上げまして、その団体の活動としてこういうイベントを実施してます。目的は海外に興味を持ってもらうきっかけ作り、そして子どもや、若者の可能性を広げる機会提供です。これ目的でイベントを企画してます。11月に青年海外協力隊 OB 会と共催でこんなイベントも実施します。よかったら皆さんぜひ参加してみてください。お子さん、保護者の方と2人で参加してもらえた、2人以上で兄弟でも家族でも大丈夫なので皆さんで参加してください。はい、ということでご清聴本当にありがとうございました。各種連絡先はこちらになりますので、もし気になることがあればお気軽に連絡ください。さっき話したパプアニューギニアで作ったミュージックビデオもこの一番右下の QR コードで、飛べますので、今よかったらスクショして後で見てみてください。ご清聴、長い時間ありがとうございました。はい、笹瀬さんありがとうございました。これにて3名すべての報告が終了しました。皆様素晴らしい報告をありがとうございました。それではこれよりパネルトークと質疑応答に移りたいと思います。まずはパネルトークから始めていきたいと思います。その間にですね、質疑応答、質問がある方は Q&A の方に打ち込むようにお願いいたします。それではこちらのテーマでご意見をいただこうと思います。最近見つけた、知った途上国面白エピソードということで、報告者の皆さん、カメラオンにしていただいてもいいですか？はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。では、少々お待ちください。では金子さんから最近見つけた知った途上国を面白いエピソードを教えていただいてもよろしいでしょうか。お願いします。はい、ヨルダンでは一昨日に、一昨日じゃないですね、3日前に半年ぶりぐらいに雨が降ったんですけど、もう豪雨で雷は鳴るわ、もうすごくて、で僕はもう学校行きたくないもんってやだなと思って学校行ったんですけど、まず学校の子供たちがもういつも600人ぐらいいるのにもう200人300人ぐらいの半分ぐらいになってました。まあ、雨だとやっぱもうなかなか来れないっていうのと、まあ、そこにびっくりしたのと、現地の人たちがもう面白そう、もう楽しそうにもう写真撮って動画撮って、神がこう恵みをくれたんだみたいな、マーシャーアラーって言うんですけど、マーシャーアラーマーシャーアラーってすごく言って、
で、その後に雷が鳴ってたんで、なんか怖いなって僕は思ってたら、おい、深夜、なんで雷鳴るか知ってるかみたいな。ってなって、雷は、音の方が、まあ、遅いから、光の方が早いからだよね、みたいな。そういう科学的なことじゃないのみたいなことの説明をしたんですけど、そしたら、あ、そうなんだよな。まあ、神がやってくれてることと科学っていろいろあんだな、みたいな話になって、やっぱこう、神が基本なんですけど、科学っていうのもこうあって、いろんなこう説が本当にいろいろあるんだな、みたいな。で、僕らが信じてることも、本当になんか一つの説でしかないんじゃないかな、ってことを思ったエピソードでした。はい、以上です。はい、ありがとうございます。続いて、中谷さん、お伺いしてもいいですか？はい。面白いかどうかはちょっと人によるんですけども、途上国であるあるなのが、よく日本人なのに、こう、中国人と間違えられて、おい、中国人みたいな感じで話しかけられることがあります。で、いつも私はその度に、なんか中国人じゃないって伝えたいと思って、中国人じゃない、日本人って言うんですけども、それをずっと続けていったら、先日、なんかようやく、なんか、あ、この間、中国人じゃない日本人だって言った人だって多分気づいたと思うんですけど、その人が、あ、中国人じゃなくて日本人って言ってくれて、嬉しかったんですけど、あ、普通にただ単純に日本人って言ってもらいたいなって思いました。以上です。はい。はい、ありがとうございます。そんなことがあったんですね。では次、笹瀬さん、お願いします。はい、今の話、すっごい共感できました。タンザニアも同じ感じですね。僕の最近見つけた面白い話は、笑っちゃいけないんですけど、本当、タンザニアの人たち、算数が苦手で、よくお釣りを間違えられちゃうんですよね。で、ローカルの、お店でパンを買って、で、もうバスに乗る直前で買ったので、すぐにお釣りもらって行きたかったんですけど、お釣りが間違えられてて、それ何回説明しても、理解してもらえなくて、これ1個20円だからこれ何個でいくらだよね、で今いくら渡したからいくらだよねって何回説明しても分かってもらえなくて、でバスドライバーさんが出てきてくれて、もう待ちかねたバスドライバーさんが出てきてくれて、バスドライバーさんもしっかり説明してくれたんですけど、結局理解してもらえなくて、結局お釣り諦めてバスに乗る羽目になっちゃいました。算数大事だなと思いました。なるほど、ありがとうございます。面白いエピソードありがとうございます。では次の、テーマです、活動や生活における悩みについてお伺いしてもよろしいでしょうか。で次はですね、金子さんから、あ、中谷さんからお願いします。はい、先ほど説明した時にもちょっとお伝えしたんですけれども、言語がこうまだまだこう自分の中でできていないなっていうのが今の一番の悩みです。で、訓練所ではフランス語を学んできて、3ヶ月フランス語を勉強してきたんですけども、現地に来てからマダガスカル語を学び始めて、まだ今3ヶ月で全然正直自分の思っていることが伝えられてないなっていうのがあるので、こう、やっぱ活動スムーズに進めていくためには、もっとマダガスカル語、みんなが普段話すような言語を理解できるといいなと思っています。それが今一番の悩みです。はい。ありがとうございます。では続いて笹瀬さんお願いします。はい。よくお金について現地の方から聞かれたときにすごく返答に悩むんですけど、協力隊の時も今もそうなんですけど、やっぱり現地の方たちよりはちょっと年齢にしては多くもらっているんですよね。安全対策の費用も含めて。で、いくらもらってるんだって直接的に聞かれちゃうこともあるんですけど、それをいつもはっきりは言えないので、なんかどううまくごまかしたり、ちょっと少なめに嘘ついていったり、なんとかしてるんですけど、皆さんどうしてるのかなって、まだ自分の中でも解決してない悩みです。お金関係、はい。ありがとうございます。はい、続いて金子さん、いかがでしょうか。そうですね、佐々木さんのお金関係は多分、協力隊あるあるなんじゃないかなと思って、日本って裕福だと思うから、すごく。お金もらってるでしょって言われるので、僕も、まあ嘘じゃないけど、実際に今、
JICA がこうお金払ってくれるというところもあるし、でもボランティアだから少ないよみたいな感じではやっぱ言うようにはしてますね。あと活動に関して僕は体育の教員できてるんですけど、いろんなこう体育の活動を通じて子どもたちの能力だったりとか、まあ、感性だったりとか磨けられればなと思うんですけど、どうしても子どもたちはずっとサッカーが好きで、もうサッカーの試合をやるのことがもう体育だと思ってるので、その固定概念を壊すのがすごく大変です。例えば僕がこう縄縄とか、ケンケンパのリレーやるとなると、子どもたちはこんなの体育じゃねえよみたいな、無視クワイエスだみたいな、全然良くないって言うんですよね。でそれに対してあなたは教員じゃないなんてことも言われるので、それが結構しんどいかったです、最初の頃は。でも今はまあ いろんなことがあるんだ、体育はサッカー以外もあるんだぜってことを言ってます。その辺が今は、まあ、少しずつ良くなってきましたけど、でもそれでもサッカーやらせろのこのクーデターは時々起きます。はい、ちょっと悩んでます。なるほど、ありがとうございます。はい、では次のテーマです。現地で役に立ったものや能力、資格は何でしょうか、ありますでしょうか。戸佐瀬さんからお願いいたします。はい、そうですね、本当にいろいろ能力とか資格も入れるといろいろあるなと思うんですけど、一番ちょっと見せようと思って持ってきたのこれなんですけど、見たことありますか。 USB のフラッシュドライブなんですけど、ロックがついてるんですよ、ここにカチャって爪がついてて、でこれをオンにすると現地のパソコンに挿した時にウイルスが流れ込んでこない、ロックがかかってるんですね。その分データも入れられないんですけど、自分のデータを配属先のパソコンに移したい時なんかにこれをロックかけて挿すとすごい便利です。パプアニューギニアの時にウイルスで相当苦労したので、これ PC 単位に教えてもらって買いました。よかったら派遣前の方いたら買って持っていくといいと思います。はい、ありがとうございます。すごい具体的なアドバイスをありがとうございます。では続きまして金子さん、お願いします。じゃあ佐々木さんがものを言ったので、僕はなんか能力的なところで言えば、僕自身がやっぱこう英語も全然喋れないし、アラビア語なんですけど、アラビア語もなかなか厳しいんですけど、まあその中ではなんかこう人間関係能力だけで今まで生きてきたので、バスケットはやっぱ20年やってきたので、そのスポーツで培った力で人の懐にこうガッて飛び込む力は、まあなんか生きてるなと思います。なんか今も校長先生にいじられたりとか、なんかすごくされるので、なんかこう、そういう物おじせずに、どんどん飛び込んで、まあ人々と仲良くなる。まあそういう、まあある意味こう何も考えずに、考えすぎずにやっちゃおうっていうところが僕の今生きてる、まあヨルダンで生きてる力だなと思っています。ありがとうございます。それでは中谷さん、いかがでしょうか。はい、お二人とも今後の派遣の方々にすごい役立つような情報が入っていて素晴らしいなと思うんですけど、すいません、私持ってきたって良かったものなんですけど、ヘッドライトで、で停電があるので一応持ってこようとは多分いろんな方思うと思うんですけど、まさかの停電ではなくてもうちの台所が電気がないっていうことがあって、毎日私はヘッドライトを装着しながら料理をしています。なのでそういうこともあるんだなと思って、やっぱり電源の確保は必要なのかなと思います。以上です。はい、ありがとうございます。それでは最後の、テーマです。もし派遣前に戻れるなら何をしますかという質問です。では金子さんからお願いします。2つぐらいあるかなと思ってて、日本のこう1つ目が日本の魅力をもっともっと知るってことと、まあ、その魅力をどう伝えていくかなと思うんですけど、やっぱこう日本の良さって何ですかってよく言われるので、まあ、自然が豊かで、まあ、ご飯も美味しいし魚もあるしって、まあ、でもなんかもっと具体的なとこ全然言えてないなって今思うので、なんかもっとその日本の魅力とかを知ることと、2つ目がやっぱ教員として来てるので、日本とヨルダンのこの比較だけじゃなくて、いろんな国、まあオーストラリアとか韓国とかいろんな国の教育についてもっともっと実態に知っていかなければいけないかななんてことを佐々瀬の話なんかも聞きながら、すごく思っていました。はい、以上です。はい、ありがとうございます。それでは、中谷さんお願いします。
はい、今の金子さんのお話にも関係することなんですけど、私も、日本の写真をたくさん印刷して持ってきたらよかったなと思ったので、もし派遣前に戻れるのであれば、いろんな日本の綺麗な写真だとか活動の様子だとかそういったものをたくさん印刷してくればよかったなと思っています。で、マダガスカルで何かを印刷しようと思うと、それこそ USB にデータを入れてフォトコピーに行ってで印刷してもらうんですけども、この間1枚10分ぐらいかかってすごい時間がかかったなというふうに思うので、日本のことを伝える機会ってすごくたくさんあると思うので、もっともっと日本のことを紹介するためにで、まあ、機械でなんか iPad とかで見せてもいいんですけども、やっぱりこう高価なものを持っていると防犯上危ないので、こう紙ですぐにみんなにいろんなものを見せれるといいなというふうに思いました。以上です。はい、ありがとうございます。それでは笹瀬さんお願いします。はい、派遣前に戻れるならっていうのはあんまりないぐらいに、いろいろ訓練所に入る前にいろんな人に会ったり、フィリピン留学行ったり、先生としてちょっと経験積んだりってできることやったなと思っているのであんまないんですけど、強いて言うならそのフィリピン留学も大事だったんですけど、とオンライン英会話活用するとか、もっと簡単に英語の勉強ができるツールも今いっぱいあるので、もっと勉強しておけばよかったなと思いました。マイナー言語だと難しいかもしれないですけど、自分は英語だったのでそんなことを思いました。はい、はい、ありがとうございます。ではパネルでトークはこちらで以上になります。続いて質疑応答に移ります。皆様からいただいた質問を順番にちょっと指名させていただきます。ではまず中谷さんに質問です。日本に興味を持っている方は多いですか？という質問が来ていますが、マダガスカルではいかがですか？はい、ご質問ありがとうございます。多いかどうかっていうとちょっと何とも言えないんですけれども、例えば首都の、アンタナナリボ大学では日本語を学ぶ、専攻があって、で特に、まあ、アニメに興味があるだとかそういった人はよく見かけます。で、夕方の4時ぐらいから日本のアニメをマダガスカルのテレビで放映しているそうで、今私が関わっている生徒もアニメを知っているから日本を知っているっていうような、学生さんたちが結構多いかなっていうふうに思います。多くはないかなとは思うんですけれども、まあ、アニメ、ナルトとかドラゴンボールとかは結構な人が知ってるかなっていう印象です。ご質問ありがとうございます。はい、ありがとうございます。そうなんですね、アニメが流れるんですね。はい、では続きまして笹瀬さんに質問です。学生時代にしておいた方が良かったことってありますか？学生時代にしておいた方が良かったこと、今お話ししたんですけど、勉強もうちょっと頑張っとけば良かったなと思いますね。僕は高校ぐらいから英語とか国語がすごい苦手で、まあ、英語もいつか将来は日本で先生になるんだから英語は自分には関係ないと思って全然勉強してこなかったので、それを協力隊に行くと決めた時からすごく後悔しました。でもまあなんとかなってるからいいんですけど、努力でなんとかなってるんですけど、あの時やっとけばもっと楽だったなとは思います。はい、ありがとうございます。では続いて金子さんに質問です。2つ質問させてもらいます。まず一つ、体育でどんな種目をやっていますか？もう一つが、日本に比べて備品が少ないと思うんですが、どんな工夫をしていますかという質問です。お願いします。はい、質問ありがとうございます。まだ正直2ヶ月、活動先来て2ヶ月しかやってないので、なかなか、たくさんのことはできてないんですけど、本当シンプルなことしかやれていません。本当に長縄が、一応学校に長縄があったので、長縄をやってます。でもこう飛ぶだと大変なので、まずこの大波小波みたいな感じでやったりとか、あとはこう子どもたちが競争が好きなのでリレーかけっこだったりとか、まあ、サッカーのドリブルリレーとか、まあ、サッカーが本当好きなのでうまく ボール触らせろってすごい言われるんでボールやったりとかですかね。で用具なんかが、まあ、足りないといいですけども、まあ、ケンケンパの道具なんかを自分で新聞紙とか紙はあるのでテープにひっつけたりとか、まあ、同僚なんかはゴミが結構この国は道端に落ちてたり校庭にもこの後ポイポイしてるので、ゴミを回収してそれつなげてケンケンパンにしたりとか、そういう同僚も、います。まあ、そういう感じで工夫してやってます。以上です。
はい、ありがとうございます。ではすみません、同じ質問で、あの備品が少ないですがどうしていますかということで、中谷さんご回答いただけますか。はい、ご質問ありがとうございます。ミシン、今裁縫の授業をやっていく中でミシンが少なかったりとか、あとは布が持ってこれない子がいたりしたんですけども、布については持っている子のものをちょっと借りたりしながら生徒は縫っています。あとはミシンは台数が少ないので、順番制でというか、やれるところを例えばこう縫う前の仮縫いを手で縫っていて、でこれ仮縫いが早く終わった子はミシンを使うみたいな感じで、こうミシンをうまく回しながらやっているので効率は正直良いとは言えないかもしれないんですけども、やれるものをなんとか使いながらやっている状況です。以上です。はい、ありがとうございます。では、佐藤瀬さん、いかがでしょうか。物が少ない中での工夫を教えてください。佐藤瀬さん。すいません。はい、ありがとうございます。Q&A 返信してました。あ、すいません、ありがとうございます。はい、あの今の学校は結構日本の支援が入っていることもあって、むしろ物が溢れすぎちゃって使い切れないぐらいな感じなんですけども、あのパプアニューギニア時代は本当身近にあるものを使って、あの 理科の授業を任されていたこともあって、身近なものを使ってあの実験をしたりとか、物を使わなくてもいいようなあの遊びを通じた算数の授業をやってみたりっていうように工夫をしてましたね。そのためにあの日本の教材集とかを持って行って、そこからネタ探しをしたりしてました。はい、ありがとうございます。すいません、佐藤瀬さんに続けてもう一つ質問、最後の質問になりますが、協力隊の時現地になれるまでどれくらいかかりましたかという質問が来ています。いかがでしたか。現地になれるまでどのぐらいがで慣れたのかなっていうのはちょっと自分でも分かんないんですけど、あの新規隊員だったこともあって、すごくあの行った時からめちゃくちゃ大歓迎されて、あの迎え入れてもらえたんですね。で親日の国だっていうこともあって、あの現地の方たちと馴染むまでには時間はかからなかったんですけど、ただ言語 あの皆さん言ってるように言語の壁があったので、英語を学んでいったけど現地では美人語とかあの地域語、現地語が話されていたりとか、そこもマスターしたわけじゃないんですけど、あのそういう部分も含めて慣れるまでには半年ぐらいですかね、半年から1年ぐらいかかあの経って、やっと授業中に僕の言ってることが子どもたちに伝わってるなっていう感触をあの感じることができましたね。はい、ありがとうございます。たくさん質問が来ていて、まだまだお聞きしたいことがあるんですが、時間が来てしまいましたので質疑応答を終了します。ありがとうございました。それでは続きまして、JICA 海外協力隊の2022年秋募集についてご紹介いたします。報告者の皆様、一度あのビデオをオフにしていただいて構いません。ありがとうございます。はい、2022年秋募集は11月1日から12月12日正午まで行われる予定です。今後開催予定の募集説明会はご覧の通りです。説明会ではより詳細な募集情報や派遣までの準備についてご説明いたします。参加にあたって経費面ではどのようなサポートがあるのかや、応募時に必要な資格や経験などについて知りたい方はこちらにご参加ください。今回協力隊への応募を考えている方は、特に説明会への参加を推奨いたします。その他にも、全国各地にて相談会など、会場型、オンライン型のプログラムがありますので、ぜひお住まいの地域で探してみてください。基本的には事前予約が必要になりますので、ご注意ください。次にお役立ちサイトを紹介いたします。ルーキーズでは国際協力に関心のある中高生の皆様に向けた情報を発信しています。また、静岡県地域外交課が実施する地域外交チャンネルでは、様々なテーマで国際協力に関するお話をオンラインで聞くことができます。JICA 静岡県デスクでは11月以降、このようなイベントを企画しています。どちらも予約、申し込み不要となりますので、ぜひお気軽にご参加ください。これらの情報はまた後ほどメールにて URL を送らせて、お送りさせていただきます。
それでは最後に主催者を代表いたしまして、JICA中部市民参加協力課課長坂本和彦からご挨拶申し上げます。坂本課長、どうぞよろしくお願いいたします。JICA中部センター市民参加協力課長の坂本です。本日は静岡県 JICA 中部共催、静岡県 JICA 海外協力隊活動報告会にご参加いただき誠にありがとうございます。この場をお借りして本報告会を共催いただきました静岡県様、講演をいただきました関係団体、自治体の方々に御礼申し上げます。また、任国での貴重な体験談や帰国後のご活躍についてお話しいただいた金子さん、中谷さん、笹瀬さんの3名の海外協力隊、海外協力隊経験者の方々に御礼申し上げます。本日、話を聞いて非常に鮮烈に印象に残ったのは皆様 の爆発する若さです。コロナであるとかウクライナでの戦争であるとかですね、あるいは行き過ぎた円安などいい話題があまり全然ない閉塞感を感じるこの状況においてですね、今日皆さんのお話を聞いて非常に将来に向けて明るい希望を持てました。日本の相対的な地位が世界で、低下しつつあるとは思うんですが、皆さんの若い力を通してですね、日本や世界をこれから良くしていただきたいと、していただけると感じました。協力隊事業の目的としましては、開発途上国の経済社会の発展、復興への寄与ということがまずあります。あと異文化における相互理解の深化と共生で、第3にですね、皆様の経験の社会還元というものがあります。で、社会還元というのは日本に帰国した方々が日本の地域社会へ還元するということもあると思いますし、笹瀬さんのようにですね、パパニューギニアでの経験をタンザニアで還元するということもあると思います。報告者の方々には今後も貴重な協力隊経験を社会に還元していただき、引き続き日本世界でのさらなる活躍を期待しております。本年度、2022年度の秋募集の応募期間につきましては11月1日から12月の12日までとなっております。JICA 海外協力隊についてさらに経験談を聞いてみたい、詳しい制度を知りたいという方は、来週11月6日日曜日に開催される会場型の静岡県秋募集説明会や11月27日日曜日に開催される浜松市秋募集説明会へのご参加をご検討いただければと思います。今後とも JICA および海外協力隊をよろしくお願い申し上げます。以上、簡単ではありますが閉会の挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。坂本課長、ありがとうございました。これにて本日のすべてのプログラムが終了いたしました。本日の活動報告会の様子を録画したものは後日 YouTube に掲載し、 JICA 静岡県デスク Facebook にてお知らせいたします。またこの案内の後にアンケートページが表示されますので、ぜひご回答をお願いします。それではこれにて静岡県 JICA 海外協力隊活動報告会を閉会いたします。本日はご参加いただき誠にありがとうございました。